朝日小川ダムは、富山県下新川郡朝日町、二級河川、小川水系小川に建設されたダム。高さ84メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、水力発電を目的とする、富山県営の多目的ダムである。目的のうち水力発電については、北陸電力が担当する。ダム湖の名は、朝日小川湖という。 富山県朝日町内を流れる小川では、治水のための河川改修を1941年より行ってきたが、事業の完成を見るまでに何度か水害に襲われていた。朝日小川総合開発事業を計画した富山県は、朝日小川ダムの建設によって、抜本的な治水対策を図ることとした。計画降水流量をダム建設地点において430リッター、メートル毎秒と、 見積もり、洪水調節量を240リッター、片メートル毎秒に設定。また、小川の水を利用している、用水路への補給のため、不特定利水も、目的の一つに盛り込まれた。事業には、北陸電力も参画した。同社は、オイルショックを機に、石油火力発電変調の発電所構成を見直し、水力発電所の建設及び再開発を、 目的とした調査を各地で進めていた。小川においては、旭小川ダムより取水して発電する旭、小川第二発電所に加え、近隣を流れる黒名木川に北股ダムを建設し、小川に導水して発電する旭、小川第一発電所の建設を計画。1979年に調査を開始した。同様の計画は、以前に関西電力が検討していたが、 地元の反対を受けて断念している。このため現在の音沢発電所及び、出し平ダムに計画変更されたわけであるが、朝日町では発電所誘致の動きがあった。北陸電力は事業について検討し、黒部川における既存の水利用には、もちろん、うなずきダムでの浄水道用水確保に影響を及ぼさないことを条件に、地元との交渉を重ね、1982年に、 解決を見せた。富山県は1971年度に予備調査に着手。1978年度より旭廣川ダムの建設を開始し、1990年度に完成した。ダム本体工事には r c d 工法が用いられており、この経験は後の境川ダムの建設に生かされることになる。一方、北陸電力も1980年、 黒薙川に置いてきたまたダムの建設に着手。1986年に完成し、朝日小川第一発電所が運転を開始した。朝日小川第二発電所も朝日小川ダム完成とともに運転を開始し、合計最大5万7000キロワットの電力を発生できるようになった。北陸自動車道 朝日インターチェンジから小川沿いの富山県道45号、黒部朝日公園線を進むと、朝日小川ダムに至る。上流には小川温泉があり、入浴すれば小宝に恵まれるという伝承がある。また、下流にはハーブ園のハーバルバレー小川がある。ダムに蓄えた水は、下流の朝日小川第二発電所を通じて放流される。発電所の構内には、 サザレイ氏の庭があり、地質学者で NPO 法人の富山県自然保護協会会長も務めた深井三郎の遺志が碑文として残されている。なお、ダム直下からも少量の水が常時放流されている。朝日小川第一発電所を通じて朝日小川ダムに水を注いでいるのが北又ダムである。高さ35メートルの重力式コンクリートダムで、 北陸電力の発電用ダムである。朝日小川ダムのある小川ではなく、黒部川、水系黒なぎ川という別の川にある。小川温泉から、先の北又林道が、カー規制されている、関係上、北俣ダムを訪れるには、小川温泉から徒歩あるいはタクシーを利用する必要がある。北俣ダムは、 朝日県立自然公園内に位置し、豊かな自然環境を損ねることのないよう配慮した上で設計、建設されている。周辺にはキャンプ場のほか、北また小屋があり、朝日岳登山の拠点として利用されている。ありがとうございます。